広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よっぴーヘッドです。口原健一です。ナナプルです。ライチューカーです。本日ポケカの最新情報が公開されましたので、この動画でまとめて紹介していきます、うん、おお、新たに登場するパックの情報でして、12月1日にハイクロスパックシャイニートレジャー EX が発売します。おお、すごい。いや、これね、ハイクラスパックっていうのがポイントですよね。うん、ハイクラスパックシャイニートレジャー EX にはいくつか一押しポイントがありまして、まずパッケージの右上を見ていただくと分かるんですけれども、1パックにカードが10枚入りです。おお、そして価格が550円となっております。普段の拡張パックとはちょっと違うスペシャル感がありますよね。うん、うん、そして1パックに1枚必ずポケモン EX が入っています。いや、これも嬉しいポイント。うん、パッケージにいるポケモンたちもそうなんですけど、色違いのポケモンが収録されるんですよ。うわー、色違いのポケモンが描かれたカードと出会えちゃうかもって思うと本当にワクワクしますね。うん、さらに嬉しい特徴があるんですけど、このパックにはイベントなどで活躍したカードの採集量がたくさんあります。はい、大型大会のライブ配信を見て、強いな、組んでみたいなと思っていたデッキのカードたちがいろいろ手に入っちゃうチャンスっていうわけですね。うん、しかも一部のカードは本商品で初登場となるイラストでの収録となります。いや、もう待ちきれないんで、今日判明した収録カードを早速見ていきましょう。はい、まずはこちらをご覧ください。うわ、いっぱい。まずはコライドン EX から。うん、こちら新しいイラストになってますね。こう顔と爪がこうバッて出て強そうですね。うん、迫力満点で今にもコライドンの叫び声が聞こえてきそうです。うん、コライドン EX は特性ディノクライがとても強力で、使うと自分の番は終わってしまいますが、トラッシュの基本等エネルギーを自分の等タイプの種ポケモンに好きなようにつけられます。一気にエネルギーを加速できるので、エネルギーが多く必要な強力な技を素早く使っていけそうです。はい、トータイプメインのデッキを組むなら、まず採用することを検討する汎用性の高いポケモンですね。続いてはミライドン EX。 こちらもね、新しいイラストとなっています。うん、爪の部分にね、エフェクトが入ってて疾走感マシマシな感じがかっこいいです。うん、さっき紹介したコライドン EX とツンになってる感じがして、これはぜひ並べて飾りたくなっちゃいますね。ミライドン EX は特製のタンデムユニットで、番に1回自分のデッキから雷タイプの種ポケモンを2枚までベンチに出すことができますね。うん、展開力に優れていて安定した戦い方ができるのが魅力的なポケモン EX ですね。ミライドン EX を軸にしたデッキはこれまでのチャンピオンズリーグで2度優勝していて、とっても強いので、ここでまた手に入れやすくなるっていうのが嬉しいです。お次はパオジアン EX。 はい、こちらも新しいイラストですね。技を使っている瞬間を切り取っているかのようなポーズが最高にクールです。うん、この顔の角度がたまんないっすよね。うん、この軌跡みたいなのがあるのも、このパオジアの魅力をね、より一層引き立ててるかなと思います。技ヘイルブレードは自分の場の水エネルギーを好きなだけトラッシュしてダメージを与えられます。たくさんトラッシュすれば大きな HP を持つ二進化のポケモン EX とかでも一発で倒せちゃうのが魅力です。特製の罠なく霊気でバトル場にいれば山札から水エネルギーを2枚まで持ってくることができるので、たくさんトラッシュしてもすぐに水エネルギーが用意できるっていうのも強みだと思います。うん、パオジアン EX デッキも大型大会でよく使われているとっても人気なデッキですよね。続いてはリンルイ EX。 特製呪縛の大地でリンルイ EX がバトル場にいれば、相手の場のダメ感が乗っているポケモン EX 以外のポケモンの特性を全てなくすことができます。相手の特性を止めることでプランを崩して自分のペースで戦っていけるポケモンですね。技ランドスクープもダメージを与えつつ、相手のベンチポケモンにダメ感を乗せられるので、特性と相性がバッチリだと思います。そしてニュー EX。 まず特性リスタートで手札が3枚になるように山札を引けるので、手札が少ない時に役立ちます。しかも逃げるためのエネルギーがないのも便利なポイントですよね。そして技ゲノムハックは相手のバトルポケモンの技を1つ選んで使えるので、例えばギラギラ V スターのロストインパクトや輝く月光河の月光手裏剣など強力な技を使うこともできちゃいます。うん、技に必要なエネルギーも無色3個なので満たしやすいですし、どんなデッキにも入れやすいポケモン EX だと思います。はい、そしてリザードン EX。 もうリザードン EX も来ましたね。うん、特性の煉獄支配で手札から出して進化した時に山札から炎エネルギーを3枚までつけられます。進化させるだけで一気に場にエネルギーを用意できるのが強力です。技バーニングダークは相手がサイドを取っていればいるほど大ダメージを出すことができます。相手がサイドを5枚取っていれば330ダメージになるので、二進化のポケモン EX も倒しちゃうような豪快な技になっています。7月に国営の支配者が登場して、今シティリーグとかでも使用者数がどんどん増えていってるなって感じてるので、ここでの収録は嬉しいですね。続いてはこのポケモンたちを紹介したいと思います。こちら、おー、嬉しいね。嬉しい。タルデア地方で最初に出会うポケモンたちです。うん、
ではマスカーニャ EX から見ていきましょう。はい、こちらはね新しいイラストでの登場です。これ表情がめっちゃ最高ですよね、うん、目をね細めてる感じがたまらなく好きです。うん、こうなんか爪が光ってる感じも技のスクラッチネイルとマッチしてていいですよね、うん、特製ブーケマジックで手札から草エネルギーをトラッシュすることで相手のベンチポケモンにダメ感を3個乗せられちゃいます。HP の小さいポケモンであれば特性だけで倒せるかもしれませんし、技のスクラッチネイルで大きなダメージを出すためにも役立ちます。進化前のニャオハとニャローテも収録されます。続いてはラウドボーン EX です。いやこれイラストは新しいものですけど、うん、せり出してる炎が迫力満点ですし、うん、この口先にいるね、まあ、この子がね、うん、まあ、すごい可愛くて好きなんですよね。わかる。以前登場したラウドボーン EX と向きが逆になってる感じがするので並べて飾るっていうのもおしゃれかもしれないですね。ラウドボーン EX は大きな HP と炎エネルギー2個で270ダメージも出せる技バーニングボイスが強力です。鋼タイプのラウドボーン EX と合わせて使うのも強そうですね。進化前のホゲータ、アチゲータも収録されます。お次はウェイニバル EX です。こちらはね優雅に舞っている姿が美しいですよね、うん、涼しげなね目元もクールです、うん、先ほど紹介したマスカニー EX とかラウドモン EX もそうなんですが、背景とかポージングが以前収録されたものとちょっと似てるような感じがして、うん、もしかしたら同じ瞬間を別のアングルから見てるイラストなのかなとも思いましたね、うん、ウェイニバル EX は技エキサイトサンバで自分も相手も入れ替わるテクニカルな戦い方ができますし、スクリューシュートが少ないエネルギーで大ダメージを出せる技になっています。そして進化前のクワッス、ウェルカモも収録されます。はい、そしてですね今日判明したカードポケモン EX だけではございません、うん、トレーナーズの再収録もねたくさんございます、うん、まずはグッズのカードを一気にお見せしましょう。こちら、うん、いろいろありますが、ポケモンにつながるネストボールやハイパーボールやトラッシュからポケモンや基本エネルギーを山札に戻せるすごい釣り竿など、いずれもデッキを組む際にかなりよく使われるカードなので嬉しいですね。うん、続いてはこちらサポートです。うーん、山札を7枚引ける博士の研究や相手の手札に干渉できるナンジャモ、あとはグッズとポケモンの道具を確実に持ってこられるペッパーなど、よく使われる汎用性の高いカードもあって嬉しいですね。うん、さらに今日判明したサポートは最終録のものだけではございません。新カードも紹介していきます。こちらネルケ。おー、ネルケの効果は相手の手札を見てその中にあるサポートの枚数かける2枚分自分の山札を引きます。はい、こちら相手がサポートを多く持っているほど山札を多く引くことができます。例えば相手がサポートを2枚持っていたら自分4枚引けるんで非常に強力な効果だと思います。また相手の手札を見れるので相手が次の番何をしてきそうか考えながら自分の動きを決められるのも嬉しいポイントです。はい、例えばジュペット EX などは相手の手札の状況によってグッズを止めるか大きなダメージを出していくか技を使い分けていきたいと思うので、そういったポケモンとも相性がいいなと思いました。汎用性の高いサポートなのでぜひデッキへの採用を検討してみてください。ここからは色違いのポケモンが描かれたカードを紹介していきたいと思います。盛りだくさんだな、うん、さあまずはこちらリザードン EX。 うわー、いやー、アクタイプのリザードン EX が黒色は反則でしょ、うん、かっこよすぎる、うん、翼もさより真っ赤になってる感じがしますよね、うん、テラスタルしてることによってもうさらに赤く輝いてるのがめちゃくちゃいいなと思いました、うん、美しいイラストですよね。そしてなんとあのポケモンたちも色違いのカード登場します。まずはこちらから見ていきましょう。マスカニ EX、 ニャローテ、ニャオハ。うわー、これはもうみんな魅力的です。うん、色違いになって目とかところどころ紫色になっていて、こう怪しげなムードみたいなのも出てきてて、こっちもいいですね、うん、はい、マスカーニャは自信に満ち溢れてる感じがしてエレガントですよね。うん、ニャローテはなんかこう背中がピシッて決まってるし、なんかこっちに向いてるこうつぼみも素敵ですよね。うん、ニャオハもねめっちゃ可愛いんですよ。表情もね、ポーズも可愛いし、この肉球も最高ですね。ここもね紫っぽくなってるんですね。これはいいですね。続いてはこちらラウドモン EX、 アチゲータ、ホゲータ。おー、こっちはねみんなピンクっぽくなってますね。うん、ラウドモンは重量感もあるし、色違いだからかラウドモンが持つゴースト感が増してるように感じますね。うん、アチゲータなんかノリノリな感じがしていいですね、うんうん、ホゲータはわんぱくな表情で体の多くの部分がねピンクで、そこが可愛いですよね。うん、続いてはこちらウェイニバル EX、ウェルカモ、クワッス。おー、
こちらは明るい水色が強調されて爽やかな印象の3枚となっております。はい、みんなね涼しげでクリアな感じがしてこれもまたいいですよね。ベーニバルはクールでスタイリッシュだし体の色も透き通ってるような感じがしますよね。ベルカモも色味が明るくなって、まあ、より元気さとかかっこよさが際立つような印象を受けます。はい、あとはねクワッスがもうヤッホーみたいな無邪気なね表情してて愛らしいです。ここまで色違いのポケモンたちについて紹介してきたんですが、これらのカードのレアリティについても説明いたします。こちらをご覧ください。シャイニートレジャー EX に登場する色違いのポケモンはポケモン EX が SSR、 その他のポケモンが S のレアリティで収録されています。はい、新たなレアリティも登場してますます発売が楽しみになりました。はい、というわけで12月1日発売のハイクラスパックシャイニートレジャー EX の情報を紹介していきました。本当にいろんなデッキを組みたくなっちゃうラインナップでしたね。大会で活躍していたカードが新イラストで登場したり、色違いのポケモンが描かれるカードとしても登場するので、今使っているデッキにも組み込みやすいかなと思いました。あとはね、今日早速新カードのネルケも登場したので、今後の情報からも目が離せないと思います。はい、今後もポケカチャンネルではシャイニートレジャー EX の最新情報や新カード初公開もやっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。